はい、続きましてこちらです。はい、このいつも磨いたダンボールバッグです。はーい、じゃあね、開けていきます。はい、音フェチの皆さん、開けますよ。はい、このマイクに向かって開けます。ちょっと、すいません、なんかね、部屋のシーリングが突然消えました。うわぁ、マジびっくり。その間に、黒猫宅急便が来て、これまたブーツが来ました。ブレーキパッドです。はい、これまた別です。冷やかしなら帰ってくれるかの。はい、まずです、こちら。こちら何だかわかりますか？これね、サクションカップって言って、吸盤がついた GoPro のマウントですね。はい、で、ショートタイプを買ってみました。こちらの商品です。はい、本体のサクションカップ、止めるマウント、ガークレンチ。これね、ちょっとこう、つけていったときに、締めていって、はい、これで、こう、ほら、ここにこう、プロ入れて、あとはこう、黒のボディのガラスにつけて、あとこうで、パチンとこう、やれば、つくはずですね。今これね、こっちあれ、入ってますけど、まあ、という、商品です。で、このアームが短い分、ちょっとこうね、A6 のこのフロントガラスにつけたときに干渉しなくて済むかなということで買ってみました。はい。雨の日ね、GoPro を外にちょっとあんまり出したくないので、ね、車内にね、GoPro をつけて撮ってみたいなということで買ってみました。はい。GoPro のショートタイプのマウントサクションカップでした。はい。Thank you.
い、続きましてこちらです。はい、これ一体何かわかりますか皆さん。こうやって回す、回すやつです。はい、渋いね。安かったので買ってました。はい、これはですね、ディスクブレーキピストンツールって言って、車のブレーキパート交換するときにブレーキキャリパー取ると、それを押してるピストンが出てるので、これをこう刺してこれを回すことによってこう広げていくんですよ。そしてピストンを戻すっていうツールです。ディスクブレーキね、交換する方は、はい、必需品みたいな感じになってます。はい、これでディスクブレーキのパッドを交換します。そういうツールでした。はい、続きましてこちらです。はい、レーザーバックライトでお送りしました。行きます。ソニーです。またかと思ったそこのあなた。はい、そうです、そのまたかです。じゃーん、入りました。コンコン、釘を刺す。ソニーのエレクトレットコンデンサーマイクロフォンです。はい。ECM の DS30P っていう商品です。はい。また、ね、マイク買っちゃいました。早速、はい、開けていきたいと思います。いきます。はい。はい、マイクです。ですけどです。で、これね、こう折れるんですよ、パキって。はい。こうね、角度ね、つけれるっていうマイクになってます。はい。で、これね、こう、スポンジつけて、こういう感じでこう、抜けるというね、音を取りたい方に抜けて、角度ね、調整しながらできるっていう。プラグインパワーマイクになっております。はい。ではね、ちょっとね、これ、早速使ってみたいと思いますね。少々お待ちください。OK, yeah. はい、GoPro、用意しました。これに、マイクアダプターをつけて、マイクアダプターに、このマイクをつけます。これで、どう撮れるかですね。で、これでちょっと撮ってみます。どうなることか。はい。ただいまマイクの手術中。マイクの手術中。どうでしょうか？聞こえてますか？どうでしょうか？はい。はい。うまく撮れてるかな？はい。